嵐の太陽は月の西に位置する広大な月の海の一つであり、月の表側にある。嵐の太陽は月の海の中で最も広い海であり、南北の長さは2 5 0 0トルに及ぶ。ほとんどの月の海と同様に嵐の太陽はマグマが凝固した洪水源部岩によって厚く覆われている。嵐の太陽の周辺には多くの湾や海があり、南部には 雲の海や湿りの海がある。北東にはカルパチア山脈を挟んで雨の海がある。嵐の対応には無人の月探査機サーベイヤー1号、サーベイヤー3号、ルナ9号、ルナ13号が着陸した。アポロ12号も嵐の対応に着陸している。2009年10月、宇宙航空研究開発機構は月探査機、カグヤの撮影画像から 嵐の太陽西部にあるマリウスの丘に地下の溶岩トンネルに通じる縦穴を世界で初めて発見した。今回発見された縦穴は直径65メートル、深さ約80から90メートルの垂直な穴で、穴底部分は横幅370メートル、内高20から30メートルの溶岩トンネルになっている。2014年にはアメリカのマサチューセッツ工科大学などの 研究チームなどは、この海について、火山流出物によってできたとする証拠を提供している。地下トンネルに通じる縦穴か、イコール、家具や画像解析で発見宇宙気候、2009年10月25日掲載、月面の嵐の対応、溶岩流出で形成イ研究、www.afpbb.com、2020年7月14日閲覧、 ありがとうございます。